ロトンはヘリウム4の潮流動脂をヘリウムに見られるソレーキ、または準粒子である。この準粒子は潮流動体の挙手的な回転状態を記述する。また、ロトンという用語は自由回転する分子における量子化された固有モードの意味で用いられることもある。ヘリウムのソレーキの分散関係。原点付近では線形なホノン領域が見られ、 エネルギーの極大値を超えると純安定な冷気、すなわち、ロトンが見られる。ヘリウムの素冷気の分散関係において、エネルギーは原点付近では運動量の増加に従って線形に増加するが、極大値を取った後減少に転じ、今度は極小値を取った後再び増加していく。線形領域の運動量を持つ冷気は、ホノンと呼ばれ、極小値に近い領域の冷気が、 ロトンと呼ばれる。一方、極大地に近い領域での冷気は、マクソンと呼ばれることもある。ロトンのボースアインシュタイン凝縮が研究されているが、見つかっていない。1941年、レフランダウはヘリウムを記述するため、液体の挙手的な密度と速度の両方が量子化されていると仮定したモデルを提案した。このモデルからは、集団冷気の分散関係だけでなく、 比熱も導かれ、さらには、量子液体の流体動力学的方程式も、導出することができた。この方程式からは、第二音波の存在が予言された。また、低温におけるヘリウム症は常流動成分と、超流動成分からなるとするに流体モデルにより、説明された。超流動成分の比率は温度に依存し、ラムダ点におけるヘリウムからヘリウムへの相転移の際に、 消滅し、常流動成分のみとなる。この挙手的な理論の結果として、量子流体全般における集団霊気は、炎とロトンという二つのソレ気に分けられることとなった。ロトンという名前はイゴールタムにより命名された。1946年、アンドロニカシュビリは、ランダウの過程を実験的に検証した。 厚さ約13マイクロメートルのアルミ箱を0.2ミリメートルの隙間を開けて100回巻いてヘリウムに浸す。この時真ん中をワイヤーで吊り下げそこで回転できるようにする。このようにすることで吊り下げられたアルミホイルと液体ヘリウムが最も安定になるように運動量を交換し回転運動に影響する。これによってヘリウムの粘性が測定された。 適切な強さで回すと、ある決まった最低速度以上では、超流動成分が最初に動き出す。この実験は、挙手的なスケールのみにおいて行われた。1950年代の終わりに、リチャード・ファインマンは分散関係を調べるための中性子散乱実験を提案した。この実験の結果、ランダウの過程が正しいことが確かめられた。常備年が行った実験により、 挙手的な回転運動が量子化されており、ロトンが核運動量を運んでいることが示された。現在では、ロトンスペクトルを説明しようとするモデルとして、原理的なモデルから経験的なものまで様々な適用可能性を持つ複数のモデルが存在する。それらすべてのモデルには、ロトンスペクトルの形を再現できるだけでなく、ヘリウムの音速や構造定数などの物理量を、 再現できることが求められる。ヘリウムのロトンスペクトルの研究にはマイクロ波分光やブラック分光が用いられている。ありがとうございます。